都在東在皆の衆、月に村雲花に風、花に嵐のたとえあり、ままにならない浮世でもどんと行きましょう恐れずに、じっとこらえてひたむきに、きっと花咲く実をつける。歌は世につれ、世は歌につれ、歌う角には福来たる。さあさあ陽気ににぎやかに、演歌ジャックス始まり始まり。こんにちは。さあ今週も演歌ジャックスのお時間がやってまいりました。7月も2週目になりまして、はい、うん、はい、どうしてそんなに目が赤いの？寝てたでしょ。わかった。ちょっと合間でご飯食べた後で、そうそうそう、気持ちよかった。コバちゃんいつもね、お腹いっぱいになったら赤ちゃんと一緒だから目が赤い、眠くなってまだ眠たいけど、はい、でも食べれるっていうこと、はい、でね、しっかり眠れるっていうこと、はい、健康なことやね、はい、はい、今週も内容盛りだくさんにお届けしてまいります。ゲストはつぶきみゆさんです。お楽しみに。この番組はご覧の各社の提供でお送りします。敬愛キッズクラブはインターナショナル保育と食育に力を入れ、一人一人の個性を大切に褒めて育て、お子様の元気な笑顔があふれる保育園です。子どもは国の宝物。体にいい水を飲みましょう。水道水が超名水に変わる。赤ちゃんにも優しい元祖コーラルサンド21。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。イベントでの歌手、司会、企画構成、演出のことならお任せください。メディアジャックスイベント事業部まで。ジャックス娘、今週はジュンとネネさんの愛するって怖い、聞いてください。頬に小さな泣きぼくろ、可愛い人よなぜ泣くの、あの人何も知らないの、私の愛は演歌ジャックスをご覧の皆さん、こんにちは、沙織です。ミファソラシドミュージックからもう一度リリースしました。先月は演歌ジャックスがテレビ初披露となりました。今日も頑張って歌います。これからも応援してくださいね。
空、青い海、あの日歩いた幸せに、ゆらゆら揺れる面影が川面に流れて消える。離れてしまう瞬く間に消えてゆく、遠くまで流れる雲になり、夢でいいから、夢でいいから、もう一度。愛はとこしえに、誰か歌うかい、赤道のうつぶせ、覚めて覚めて忘れないで、岡田さんという素晴らしいパートナーをと、今頑張って歌わせていただいております。夫婦の旅路、どうぞあのカラオケにも入っておりますので覚えて歌ってください。駆け落ち同然のあなたと私、このちっちゃなお部屋が大事なお城です。めでたい金婚式、やっと希望の港に着いた。
これからもよろしくね、父さん。母さん。土地、建物、マンション、お電話ください。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。くっちゃで楽しいひとときを過ごしてます。阪急池田駅徒歩2分、今日も行かなくっちゃ。イベントでの歌手、司会、企画構成、演出のことならお任せください。メディアジャックスイベント事業部まで。さあ、はい、テーマは、はい、願い事ということでね、花畑さんも終わったから、はい、短冊に書いた願い事。いや、書いてないけどわざわざ書いてないけど、うん、あのほら先週も言っとったけど、あのちょっと倉庫が欲しいから、はいはい、うん、まあいい倉庫がね、うん、見つかったかなと思って、うん、ということで。あれすごい疑問やったんですよ。なんか遠くにっておっしゃったでしょ、うん、いや近く高いや。あ、お高いから、まあ、大都会住んでますからね。そういうことで、ね、遠くでいいんで、うん、便利なところで。どこの？どこでも。そうか。ごめんちゃい。あれ、とみちゃんは？そうですね。やっぱり願い事ってね、やっぱ一応書いたのはね、まあ、一般的な、うん、早くっていうのはですけど、個人的な願い事としてね、私今持ってるのが、ぬか漬けをね、漬け直したんですよ。おうおうおう。ちょっとあまり上手にできてなくって、うん、だからまだ浅いんですね。はいはいはい。これが早く発酵して、うん、それを食べてまたお肌ピチピチに美しくなれますようにと、ぬか漬けにお願い事をしたいです。なるほど、いい感じに使ったらください。トミちゃんね、すごい、いや畑とかしてるやん。トミちゃん倉庫の横に畑が多分あると思うんで、はあはあ、教えてな。あ、わかりました。あの私あのナスビ、キュウリ、あの山芋、うん、あのミョウガつけるの大好きですから。俺クルミとクリがええねんけど。だだだクルミ、なんかこう歯の隙間持っていきそう。つながっていきそうやろ、うんうん、トミちゃんは絶対必要やねん、僕の中で。おう、そうなんです。もうなんかもしまとまったら、うん、便乗させていただきまして。いや、っていうか、あなたの願い事は？願い事は、私はあの内臓を小学生に戻してほしい。小学生だったらちょっと若すぎ。お酒飲めませんから。まあ、20歳ぐらいでいいんちゃう。うん、ついこの間やってまあ、そんなことで、はい、はい、続いてはこのコーナーです。演歌歌仲間。はい、テーマはもちろん願い事、まりちゃんから。はい、まりです。そうですね、願い事はいっぱいありますけど、うん、一つだったら、はい、やはり今のこの現実の世界ですね、うん、このコロナウイルス退散、うん、どっか飛んでいけっていう感じで、うん、宇宙の彼方に飛んでいってほしいです。みんな元気に、うん、はい、素晴らしい。まりちゃん結構、はい、こうお題が似通る時があるんですけど、はい、あるんですけど、はい、なんていうの、いつもやっぱりそうですよね、うん、結構みんなのことをおっしゃってくださいますよね。ああ、はい、尊敬しちゃう。いやいや、とんでもございません。お隣のリーチマイケルさんは、はい、モンスターズですね、島さん、はい、ラグビーを始めました、島です。願い事はやはりですね、12月31日渋谷であるじゃないですか、ほう、ね、某 NHK の、まあ、コロナでちょっとね観客入れてないですけど、そこで、うん、歌手の方のナレーションをしたい、はい、どうですかね。どなたかメジャーの有名な歌手の方、私ナレーション大晦日開けときますから、ナレーションご希望の方がありましたらご連絡ください。でもすぐできますよ、お家の前でテレビで合わせてやってたらいけるし、よろしくお願いします、ね。
さあ、それでは、あ、今週はお楽しみのね、はい、ですよね。そうです、これですね。はい、マリさんと、ジャックスモンスターの皆さんの歌、はい、歌はマリちゃんだけか。あ、そうです、はい、2曲お楽しみください、はい。今週はひょっこりひょうたん島、そしてマリのオリジナル曲男と女の第2章、2曲続けてお聴きください。波をチャプ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 かき分けて、チャプチャプチャプ、雲をスイ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 追い抜いて、スイスイスイ、ひょうたん島はどこへ行く、僕らを乗せてどこへ行く、くじけない、泣くのは嫌だ、笑っちゃおう、進め、ひょっこりひょうたん島、ひょっこりひょうたん島、ひょっこりひょうたん島、丸い地球の水平線に何かがきっと待っている、苦しいこともあるだろうさ、悲しいこともあるだろうさ、だけど僕らはくじけない、泣くのは嫌だ、笑っちゃおう、進め、ひょっこりひょうたん島、ひょっこりひょうたん島、ひょっこりひょうたん近づけば寂しいだけの心をつなぎ止めても、電話の向こうに誰かがいるのなら、今度の人だけは悲しませんないでね。 Yesterday 済んだことよ、 Yesterday 時のせいにして、私はあなたの枯れ葉になった、せめて忘れないで、心の隅に、せめてせめて忘れないで、右手の指の中に、晴れて気づく優しさ、きっとそれだけ、あなたは弱くて愛が多いから、一人の人だけを守ることできない、Yesterday 過去のことよ、 Yesterday 追いかけはしない、私はあなたの人形だったけど、
せめて覚えていて、記憶のどこかせめてせめて覚えていて、愛した数の中にせめてせめて忘れないで、敬愛キッズクラブはインターナショナル保育と食育に力を入れ、一人一人の個性を大切に褒めて育て、お子様の元気な笑顔があふれる保育園です。子供は国の宝物。体にいい水を飲みましょう。水道水が超名水に変わる。赤ちゃんにも優しい元祖コーラルサンド21。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。イベントでの歌手、司会、企画構成、演出のことならお任せください。メディアジャックスイベント事業部まで。演歌ジャックスをご覧の皆様、こんにちは。ニポンクラウンのドーンと響く直球ボイス、つぶきみゆです。いつも応援ありがとうございます。デビュー6年目に入りました。出身は東北の福島県です。はい、ということで、時々なまっているんですけれども、歌はなまらずにしっかりと頑張って歌っていきたいなと思っております。デビューシングルから、ずっとふるさとを歌った演歌を歌わせていただいていたんですけれども、ちょっとずつ大人の女性にということで、今回いただいた作品がぐっと大人っぽくなりました。タイトルが女の津軽という一曲です。津軽を舞台に、去っていってしまった男性をまだ忘れることができずに女性が一人待っているという、そんな女性の心情を歌った一曲になります。ぜひ皆様引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。これからもお体を気をつけて、皆様と一日でも早くお会いできる日を私も心から楽しみにしております。それではつぶきみゆの新曲女の津軽、ご覧ください。
ると泣くおろし待っていますと風の泣き歌御所ながら木さらぎの風に誓うの各社の提供でお送りしました。